はい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 。明日から CS のファイナルが始まるんですけど、少しジャイアンツ対 DeNA に関して、まあ予想というか展望というところを見ていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕小山翔平がジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今年中にですねチャンネル登録者数5万人をね目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思ってるんですけども、今日はですね、まあ明日からついに、CS ファイナルというところで、まあ展望というかね、まあ僕のまあ予想というかっていうところをちょっとね、お話しさせていただこうかなというふうに思ってます。まあ小山が予想すると、まあ、外れるよと、真逆になるよと言われてるの知ってます。ただやはりみんなの注目度は高いというふうに思っておりますので、まあ、僕の注目度じゃないよ、 CS に関する注目度は高いかなというふうに思っておりますので、それについてお話していきたいなというふうに思っています。はい、まあいろいろコメントをいただいてですね、まあ動画の構成なんかの指摘もご指摘もいただきまして、やはり初めにどういう内容を話すのかで、このテロップというかね、テロップを全部つけるのは厳しいから、この右上っていうかな、左上ですかのところに、まあ、話してる内容を書いて、いただいた方が見やすいですっていうようなねコメントをいただいたんで、今日 あらかじめにですね話す内容を発表していきまして、で話してる際、その内容を話してる時にですね、ここら辺に、テロップというかね、どの内容を話してるのかというところを記載しながらやっていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず今日のトピックですけども、まず一つ目ですね、 CS の展望、まあどういう風になるのっていうところをまず見ていきたいと思います。で、二つ目ですね、ローテ、先発ローテ、やはりピッチャーが鍵になってくるというかね、勝敗はピッチャーは大きく占めてますから、ローテの確認というところで、ね、両チームのところを見ていきたいと思います。で、三つ目にですね、欠場が決定となった吉川選手について少しお話したいと思います。で、四つ目にですね、浅野選手についてお話していきます。で、ラストですね、まあ、それを含めてですね、最後どういう打順に、スタメンに、オーダーになっていくのかというところを最後見て、終わらせていただきたいと思っております。はい、では最後はね、お付き合いください。よろしくお願いします。じゃあまず、一つ目の CS 展望というところについてお話していきたいと思います。はい、僕はですね、まあ、3勝0敗。まあ4勝0敗か、1勝アドバンテージがあるので、まあ4連勝というかね、3連勝して、まあ4勝でいくかなというふうに思ってるんですけれども、まあそんなうまいこといかないかなとも思ってるので、まあおそらく1敗はするんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。まあ戸郷投手、菅野投手、まあグリフィン投手、まあ井上投手とかね、投げますけども、その3人のどこかでいっぱいをするんじゃないかっていうね、前半の菅野、戸郷、菅野、グリフィン、この3人の中で誰かはいっぱいするんじゃないかなっていう予想をしておりますけども、まあおそらく、まあ、合計で言うと4勝1敗というところでジャイアンツが、日本シリーズに進むんじゃないかなって僕は思っております。まあ、逆にならんことをね、本当に願ってるんですけども、僕はそういう予想をしております。で、まあ、どういう試合になっていくのっていうところなんですが、やはりあまりにも対照的なチームというかね、DeNA と巨人というのはすごくねシーズンを見てまして、まるっきり反対、真逆のチームなんですね。まあ、ジャイアンツはどっちかというと、まあ、ピッチャー、バッテリーを中心に守りが固くて少ない失点で、勝っていくというようなチームですね。で、逆に DeNA に関しては、まあ、守備はちょっとこうほころびはあるんだけども、それを補えるだけの打撃力があまりにもあるので、まあシーズンでは3位というところでしたけども、まあ阪神にも勝って上がってきたんじゃないかなというふうに思います。で、それを踏まえるとですね、やはり
そのチームの強みを出して勝利をするっていうのが、まあ、大いにあるんじゃないかなと思ってて、ジャイアンツでいうとしっかり抑えて、まあ、それを上回るだけの得点を取ってというところで勝利をする。で DeNA でいうと、まあ、多少失点はするんだけども、それを、ね、超えるような打撃力で凌駕するっていうようなね、まあ乱打戦になるのか、うん、接戦になるのか、まあ、結構両極端な試合になる可能性が非常に高いんじゃないかなって僕は思ってます。はい。で、まあ、やはりね、巨人のピッチャー陣もいいので、まあ、巨人が4勝1敗で、まあ、日本シリーズに駒を進めるんじゃないかなって僕は今思ってます。で、2つ目の、まあ、ローテ確認というところを、していきたいと思うんですが、今発表されているのはですね、まあ、ジャイアンツ、順番で言っていきますと、戸郷、菅野、グリフィン、井上、山崎、伊織というような順番、まあ、5枚で回していくというところですね。で対する、DeNA ベイスターズはケイ、吉野、大貫、ジャクソン、濱口というような順番ですね。はい。まあ、これを見てて、まあ、まずジャイアンツなんですけども、やはり戸郷、菅野、グリフィン、まあ、この3枚がいるというところがね、非常に大きいんじゃないか。でましてや5枚目にですね、山崎伊織、まあ、調子ちょっと後半落ちてましたけどもその投手がいると、5枚目にいるっていうところは非常に大きいんじゃないかなって思っております。で DeNA ですけども、まあ、東投手がですね、まあ、登録抹消と怪我でね、登録抹消したという影響で、少しねやはり、まあ、東投手がいれば、まあ、一勝は目処が立つというか、まあ、なかなか巨人からしても東はちょっと打つの難しいよねっていうところだったと思うんですけども、まあ、その投手がいなくなったというところで、まあ、ケイ、吉野、大貫、ジャクソン、浜口と、別に、なんて言うんだろう、めちゃくちゃいいかと言われると正直、そうではないんじゃないかなっていうのが僕の意見です。っていうことを踏まえるとですね、やっぱり DeNA からしたら、まあ、3失点4失点というところは、覚悟してね、試合に臨むかなというふうに思うので、より一層ですね、打撃に重きを置いた攻撃をしてくる可能性があるんじゃないかなって思います。で、まあ、巨人に関してもですね、まあ、そこは分かってるわけなんで、まあ、いかにね、長打を食らわないかっていうところな、まあ連打はね、まあ多少あるかなとは思うんですけども、まあ、やはり長打を食らわないっていうところが、このシリーズね大きく左右するかなと思うので、まあ彼らも分かってると思うので、ね、そこまで再度言わなくていいと思うんですが、まあそこはね、注意してもらいたいなというふうなところはありますと。はい。で、3つ目の吉川選手の欠場についてお話していきたいと思うんですけども、やはり今年の活躍を見てるとですね、まあ直樹選手、まあ野手で言ったら MVP って言ってもいいんじゃないかっていうぐらいね、まあ MVP はね、まあ、菅野さんだとは思うんですけども、まあそれを差し引けばですね、まあ吉川選手が MVP じゃないのっていう風な声もねすごく多いと思います。僕も実際そういう風に思っております。で、まあ、打つのもそうだし、走るのもそうなんだけども、やはり守備というところもね、貢献度があまりにも大きいと、まあ、12球団でナンバーワンですよというところもありますんで、まあ、その選手が欠場するというのはですね、まあ、巨人からしたら大きな戦力ダウンだと僕は思うんですね。ただやはり、代わりに入る選手もね、まあ、まだ誰かは分かんないですけども、僕はおそらく中山選手だなとは思ってるんですが、やはりまあみんなでカバーしていくというところだと思います。まあ、ヘルナンデスも怪我してね、あ、もう終わったなと、巨人優勝無理やなというふうにね僕も言ってましたけども、やはりねみんなでカバーして優勝できたっていうのもありますんで、まあ、直樹さんにはですね、日本シリーズまでにねできるだけこう状態をね、まあ、上げてもらって、まあ、日本シリーズヘルナンデスがいて吉川選手がいてみたいなねところを期待したいなというふうに思ってます。まあ、その中で次ですね、浅野選手について、うん、ちょっとお話していきたいと思うんですけども、先日僕動画で、浅野選手はちょっと腰もあるんで、腰の違和感もあるんで使わない方がいいんじゃないかっていうようなお話しました。実際今も僕そういうふうに思ってるんですが、やはり阿部監督のコメントを見てるとね、うん、使うと、先発で使うというようなね記事もありましたんで、まあ、そういった意味で言うと、
相当期待されてるというかね、まあ3年後4年後のことを考えて、まあ絶対勝たなければいけない試合なんだけども、そこでも育成というかね、若手を育てるという、まあすごく難しい両輪ですけども、そこをね、成し遂げるというようなね、阿部監督の強い意志が見えるかなというふうに思うので、まあ腰の違和感がどれぐらいの痛みなのか、プレーがねどれぐらいできるのか、それはちょっと僕には、分からないですけども、まあそうやって言うということはそこまでめちゃくちゃ重症ではないのかなというふうに思うので、そういった意味で、まあ、浅野選手がね、どこに入るのか、どの打順に入るのか、うん、みたいなところも含めて、最後ちょっと確認していきたいと思います。で最後ね、打順についてお話していきますけども、僕はさ、先日かな、数日前ね、まあ、オコエ選手を、まあ、センターにして、2番に入れた方がいいんじゃないかっていうようなお話をしました。ただ先ほど言ったように浅野選手を、まあ、先発で使っていくよというようなお話があったので、それを踏まえての打順なんですが、まあ、1番、ライト丸、うん、2番、センター浅野、3番、サード坂本、4番ファースト岡本、5番キャッチャー大城、6番レフトモンテス、7番セカンド中山、8番ショート門脇、9番ピッチャー戸郷、まあこういう風になるんじゃないか、まあ丸さんがセンターに行く場合もあるかもしれないですけども、まあそういった打順になるんじゃないかなと思います。まあ僕は本間を言えば、センター2番にセンターオコエ選手を入れてっていう形がねいいんじゃないか、それかオコエ選手を7番にして、2番に中山選手を入れる、まあこれが僕はいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、うん、まあその阿部監督の発言を聞いてると、まあ浅野選手をまあ起用していくだろうと、でそうですね、っていう形になるかなというふうに思います。はい、まあ浅野選手はライトかなっていうところあり、ライトかセンターかっていうところ、まあそこのポジションのね、多少の前後はあると思いますけども、打順で言うと、まあ浅野選手をまあ2番に入れてっていうところかなっていう思います。それと、まあ、坂本選手の状態ですけども、まあ、あまり良くはないんだと思うんですけども、まあ、シーズン終盤のね、まあ、ベテランに期待するというようなコメントもありました通り、やはりこのシリーズというのはね、まあ、非常に大事ですから、そういった意味でも経験というか、そういったところを、まあ、そのベテランにね、期待しているのかなと思うので、僕は3番に坂本選手を、阿部監督は大胆にというか、まあ、置いていくんじゃないかなというような予想をしております。はい、そんな感じでですね、まあ、今日、まあ、いろいろ見ていきましたけども、まあ、まとめますとね、まあ、まあ、3連勝して、まあ、行くのかなとも思いますが、まあ、やはりね、阪神に勝った勢いとかっていうところもね、考慮して、まあ、1敗はするかなっていうところで、まあ、4勝1敗っていうところで、ジャイアンツが日本シリーズに駒を進めるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、皆さんもいろいろ意見あると思いますので、ぜひね、コメント欄などで、教えていただけると嬉しいと思っています。はい、そんな感じでね、今日は終わっとこうかなと思います。明日ね、まあ初戦、まあどうなるか、まあ初戦が一番大事とも言われますからね、まあ戸郷投手で、しっかり白星をゲットして、波に乗ってね、日本シリーズに行ってもらいたいなというふうに思いますし、ぜひね、皆さんも応援してあげてください。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。